どうも皆さん、こんにちは、つんつんです。今日も環境考察やっていきたいと思います。まあ、巷では新パックが来るんじゃないかというふうに言われてますけれども、まあ新パックが来たらね、来たでその時にまたやればいいでというわけで、早速現時点での環境考察やっていきたいと思います。で、この動画ではですね、 KC カップに向けての環境考察やっていっております。どうぞよろしくお願いします。で、今回紹介させていただくのはサイバーダークネオスデスペラードでございます。今までなんですけれども、ネオスの派生としてはサイバーダークネオスが主流でした。で、より攻撃的なデスペラードサイバーダークネオスっていうのが派生してきました。まあ言ってね、あのサイバーダークネオスでデスペラード入ってないタイプに関しても十分強いんですけどね、そっちの方がラバゴとか入れて、柔軟にあの対応しやすいっていうのかな。ただ今回紹介するのはデスペラードサイバーダークネオスっていうことです。で、防御札イコールネオスフュージョンとデスペラードっていうね、超攻撃的な布陣、あと一応タックルとね、狡猾もあるけれどもになっております。で、このデッキの一番いいところは墓所と割と組み合わせやすいところです。で、新パックが来るとどうなるかわからないんですけれども、今の現段階では墓所が刺さるデッキっていうのがいくつか強いテーマであるんですよ。魔導だったりだとか、ベンデットだったりとか、その辺に対してバッチリですね、あのアクセスできる、対策できる、それが墓所封印の、デスペラードサイバーダークネオスだと思っております。で、あと他のね、クリストロンとかそういうくるくる回す系のデッキと違って、このデッキはなんせ早い、やることが簡単、つまり何が言いたいかというと KC 向きだと思っております。で、正直俺は自分個人的にはよ、あの前回はメタファイズが強いと思ってた。で、今回はクリストロンが強いと思ってる。でもね、それは間違いないよ、間違いなくてそれは強いと思ってるんだけど、 KC 向きかって言われると微妙めっちゃ頭考えて使わなあかんし、72時間、まあ一応あるけれども、その中で、プレイしてる時間ずっと集中できるのかってそういうわけじゃないから、こういう風に頭を使わないって言ったら、あの言い方は悪いけれども、ある程度やることが明確で、決まっているデッキ、そういうデッキでね、やっていくっていうのも KC カップ一つ攻略のコツじゃないでしょうか。そういう意味ではこのデッキ非常にいいデッキだと思います。で、やっぱスピード感があるのは大正義だからね。で、デッキ自体なんですけれども、ストラクチャーを向いていれば割と組みやすいです。まあ、なのでね、美課金の人とかそういう人には向いているデッキなんじゃないかなと思います。で、相性としてはですね、マドンに対して得意です。また通常の相性だったらあまり良くないんだけれども、墓所にすることによってベンデットだとか磁石、この辺にも勝率出せるようになってます。ベンデットはやっぱ墓所封印すると展開が止まっちゃうっていうのが一つで、磁石に関してはベルセリオンが出せない、ベルセリオンが出せないとサイバーダークで上から飛び越えていく、このサイバーダークを処理するのはカナディアとかそういう防御札が必要なんだけれども、最近ね、流行りは30枚で防御札があまり積まれてないタイプが多いので、サイバーダークがガン刺さるかなと思っております。で、クリストロンに対してもサイバーダークと狡猾、この辺がいい動きを、働きをね、します。で、より強く出たいんだったら小遣い1アウトの錬林を追加してもいいんじゃないかなと思うんだけれども、まあそこまで見る必要があるのかっていうとちょっと怪しいんじゃないかなと思います、こと KC カップにおいてはね。で、逆に苦手なテーマ、これは純正のデスペラードです。基本この敵って表で出していくじゃないですか、だから相手のデスペラードにあまり耐性がないんですよね。で、カナディアとこう底なし、この辺結構積まれてること多いんだけれども、その辺がめちゃくちゃきついので、攻略方法としてはタックルセーダーをうまく使ってメインフェーズでデスペラードを裏にして殴っていく、これが、攻略の鍵になるんじゃないかなと思います。あとはブレイブネオス28打点まで上げることがまあマックスできるので、その辺もいいんじゃないかなと思います。ではね、実際に動画で解説していきたいと思います。ではやっていきます。まずは対面ですね、デスティニードロー磁石との対決になります。磁石はいろいろな方ありますよね、デスティニードロー磁石、あと最近だったハイオールゾンビ型の磁石、あれだったらあのデスペラードに対しても耐性あるんよ。デスペラードって闇属性機械属モンスターが破壊された時に手札誘発だから、それがないっていうね、アンデッド属になっちゃうから。で、小遣いと狡猾と、サイバーダークエッジっていうこの弱いハンドで、これ今までだったらサイバーダークネオスだったらクリボールだったと思うよ、これめっちゃ動けないんだけれども、サイバーダークこのハンドでもデスペラードだったら動くことができちゃうっていうのがまあ一番いいところかなと思います。まあいきなり紹介するのが弱ハンでどうなん自分って感じなんだけどね。で、さらに引いていくのはサイバーダークエッジ、弱い弱いで、ただそれでもクリボールじゃない、ハンドがクリボールじゃないから動くことができちゃうっていうのがめちゃくちゃ強いんですよね。で、さらにここ磁石が2体になってきました。で、次ここでこいつアルファが出てきたのでベルセリオンがハンドにいます。
なんでベルセリオンが次飛んでくることが想定されるので注意が必要です。まず殴られて、リボルバー出します。でリボルバー出してここでコイントス当てていって、ここ破壊していく。選んで破壊というパワーワード。逃げることはできない。まあ今のタイミング逃げれないんだけどね。で、ネオスフュージョン引いたのでここで、サイバーダックカノンを通します。こういう風にね、あのネオスフュージョンがあることによってこいつも使いやすいしでいい働きをします。なので、結構この組み合わせっていうのは理にかかなっているんじゃないかなと思います。でこのタイミングで墓所封印、なぜなら今ベルセリオンサーチ入ってたから。ベルセリオンサーチ入ってるんだったら次のターンに、ベルセリオンが飛んできます。でこいつ破壊しちゃうとやばいですよね。でもですよ、ここ守られた、ボールとかで守られたとしても次ベルセリオン飛んできません。なぜなら今墓所封印をしてるから。そう、この墓所封印があることによって磁石に対して勝率を出すことができるようになるよね。そこがすごくいいところだと思います。で、まずブレイブネオスでネオスフュージョンサーチ入れてからのこいつ殴ってクリボール食らいます。でサイバーダークエッジで殴ってもいいんだけど、殴っちゃうと何が起きるかっていうと、デスティニードロー圏内入ります。でそれで回答引かれる。例えばコーカスとかでもそうだし、回答取ってこられるのめちゃくちゃしょっぱいから、それはやらずにこのまま、エンドにしました。そうするとラバゴが出てきます。で、ネオフュ打ちます。でさっきボール1枚しかなかったから、トップボールだったとしても、これの攻撃は防ぎきれないという風な感じになります。デスティニーで、デスティニードロー磁石に対してはデスティニードローを簡単にさせないっていうのも一つの戦略だと思います。こういう風にね、初手結構弱半だった、今までだったら弱半だったと思うんだけれども、デスペラードがいることによって動くことができるし、墓所にすることによって磁石を攻略できるっていう風な動画でした今のは。それでは次は対面墓所トラミッドとの対決になります。トラミッドに関してはですね、バランストラミッドだ、バランストラミッドとの対決なんですけど、これは小ズサイが引いてるかどうかっていうのはめちゃくちゃ鍵になります。で小ズサイ引いてるとむしろこっちが勝つで、小ズサイ引いてないと向こうが有利、そういう風なマッチアップだと思ってもらえれば大丈夫です。ハンドめちゃくちゃ弱いよねまず小ズサイで後ろ飛ばしてからネオヒュって、ハンドのネオスとサイバーダッカーのを切ります。ここちなみに見て、タックルセーダーがこのキングゴレムの効果を得て、攻撃力上がっております。ここは一つ覚えておきたいところではありますね。でネオスがトラミッド相手にめちゃくちゃ強いんですよ。打点がね勝てるから。トラミッド目線はこいつ破壊も破壊対策ができないしで結構重いよねネオスが。ネオスゴリゴリ行きたい。でタックルセーダーでライフ削っていきます。で相手なんですけど、次はここでサーチ入れてからのダンサー取ってきます。でダンサーの守備がめちゃくちゃ重いよね。キングゴレム効果使って特殊召喚してくるんだけど、これ1級なんよ。でここで2-4になるよ。でフォートレスに張り替えたらどうなるかっていうと2級に上がっちゃうよね。だからここも小ズサイ引いてるかどうかってめちゃくちゃでかいよ。で小ズサイ引いてない時はこうやってタックルセーダーの効果を使っていきます。そうするとこいつ裏守備にします。ここを戻すこともできるんだけれども、今回はここ裏守備にします。で裏守備にすると今ここで一瞬2級になってるじゃないですか。でもこれ500パンプしてるんよね。でタックルセーダーで裏守備にしたらパンプした情報がリセットされるから2-4に下がるんよ。なのでこのタックルセーダーを使わないとこのパンプ1回パンプした守備ダンサーを抜くことができなくなるので注意が必要です。なので、タックルセーダーっていうのは俺は助けるというよりも優先して入れております。ではやっていきます。次はですねちょっと苦手対面の、ベンデットかな、ベンデットやっていきます。でベンデットなんですけど、これもうね会話とか粉砕見たらもう KC カップ今の環境で行くんだったらもうベンデットでもうもう割り切っていいと思う。だから開幕墓所が正解だと思うわその場合は。ただ開幕墓所してもこのハンドはちょっと決めきることができないからしょっぱいんですよ。だからこれ墓所があるからまだなんとかなるけど、なかったらマジでベンデット無理なんちゃうかなと思ってます。それぐらいめっちゃしんどい。ベンデット強いわ普通に。でここどんどん出てきて、ボーン取ってきながらバスタードなんよね。これほんまやったら負けなんよ。後ろが空いて硬骨をケアしてくれたんよね。硬骨ケアしてくれたことによって、勝てたっていう試合なんやけど、これトラップカードを指定してくるよ使えなくするっていう。俺小ズサイ小ズサイなのにねまあこれ落とすんだけど、ほら今モンスターカードの効果を無効にされてないからこうやって守ることができるよ。さらにワンドローもできる。ちなみにこのサイバーダックカノンがついている時のこのワンドローがめちゃくちゃ強いよね。これでデッキ掘ることもできる。で墓所封印します。墓所したら勝ちって書いてるでネオス出してこのまま殴ってサーチ向こうも入ります。こっちも入ります。でこずこず効果するんやけど、これ相手もうめちゃくちゃ落ちてるよね。
バスタード2のスレイヤー2が確か落ちてるはず。だからこうなると素引きしないといけないんですよ。こうやって、あ、サーチ入ったわ、ごめん、素引きとか言っちゃった。でただこれ墓地のモンスター蘇生もできないし何もできないから、この星7バスタードのコスト隠しなきゃダメなのに、でコスト確保するためにこれ切ってくるんだけれども、ここでチェーンコズミックサイクロンで GG ですよ。でちなみにこれバスタード切ったけど、これ本来だったら蘇生できるんだけど、墓所封印中だから蘇生できないよね。墓所封印がベンデットぶっ刺さりすぎるっていう。それではやっていきます。ですね、次相手対面6部衆との試合になります。で6部衆なんですけれども、基本的に相性はちょっと悪いと思う。でサイバーダークカノンが装着されちゃうから、そこがちょっと相性悪いよね。でもボムスパイダーだったら大丈夫で、ボムスパイダーだったら、ここポンポンで破壊してデスペラを出して短期で攻めていくことができるからいいよね。でちなみにこれ展開したのは二刀流ケアで、これ展開したらまずいんじゃないって感じなんやけれども、ごめん、これねちょっと分かりづらいんやけど、サイバーダックカノンがシュッて効果使った時にラグあったんですよ。でってことはこれ二刀流じゃねえなってなったんよね。で何かなって思ってもう一回サイバーダック、ごめんネオスフュージョン使ったんよ。でまたラグあったんよ。で殴る時ラグないよ。じゃあ俺が効果を使った時になんかラグがあって、その他にラグがないカードってなんだっていうところなんですよね。ちなみに皆さん何だと思います？こっちが効果を使った時だけに何か反応がするカード、そうフレンドリーファイヤーですね。バッドエイムです。なんでフレンドリーファイヤーが後ろにあります。フレンドリーファイヤー支援は普通に強くないで、ここセットして、これも殴るしかないよね。置いといたらボムスパ効果でパンパーンってどうせやってくるから、相手はデスペラードないことにかけるしかない。しかしそこで出てくるのはデスペラードリボルバードラゴンで、デスペラードの効果でコイントスが2枚当たったんですよ。これで俺今墓所してないよね。墓所してない時に大切なのはこれ、こいつだけを指定したらダメです。風魔がいるから風魔のを除外してこいつ守られちゃうよね。だから2体指定しないといけない。なんでかっていうと影6部衆風魔っていうのは自分のフィールドの6部衆1体のみが破壊される時に身代わりになるよね。でもこことこことか2体破壊されたら身代わりにできないよ。だからボムスパイダーも通るんだけど、こんな感じになります。でライフ1400なんでウェブホ怖かったんでこうして殴りに行きました。まあこうなるともう盤面取れてるじゃないですか。でこれフレファイですよ。フレファイで相手手札次1枚ですよ。どうするんですかっていう話ですよ。なのでもうこれは盤面取れてるから、このままこいつは無理せずにウェブホで警戒で行きました。でサイバーダークエッジ出してこうやってフレンドリーファイア撃たれちゃう。でも俺は狡猾引いてきたから全然 OK です。でこのまま殴っていってデッキ圧縮をしていきます。でライフ取ってあと一発殴ったら勝ちなんだけれども、ここで通払い、ちょっと通払いが流行りだしそう。エニシの代わりに道場2とかの構築にしておいて、で通払いが流行りそうって感じです。通払いプラス蘇生で墓所にしてるから通払いの効果がバーンって刺さるっていうね。例えばネオスフュージョンとかで守られたりとかするときあるじゃないですか。でも通払いだったらそんな守れないっていう、そんな感じになってます。そういう風な構築の6部衆がちょっと流行りそうなんじゃないかなと思っているので、一応ちょっと共有がてらねご紹介させていただきました。はい、ではですね、今回動画いかがだったでしょうか。サイバーダークネオスデスペラード、まあめちゃくちゃ毎回ハンドが安定するのかっていうと若干噛み合わせは必要です。ただ墓所でパワーがあって速攻性があるデッキの中ではなかなか、上位に来るデッキなんじゃないでしょうか。それでは良ければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。